北北西の来日だけから見た、豊岡盆地豊岡盆地は、兵庫県北東部に位置する盆地、田島地方最大の盆地であり、国葬地帯である。豊岡市を中心とした、南北約 14km、東西約 4km と大円形領域に広がる盆地で、周囲を300から 500m 程度の低い山地、丘陵に囲まれている。中央部を円山川が北流し、 木の先を経て、日本海に注いでいる。日本海から約15キロメートルの内陸に位置するが、海抜は4メートルから6メートルと非常に低く、ひとたび川が増水すると冠水しやすい。かつては木沼前海と呼ばれる入江であったと考えられている。入江を示す遺跡としては、豊岡盆地の北限にある玄武道や、東部の中谷貝塚が有名である。 遠山川と六方川に挟まれて広がる平野は、六方田んぼと呼ばれ、田島地方随一の国草地帯となっている。豊岡盆地は、日本最後のコウノトリの生息地として知られ、世界でも、類例のない野生復帰の取り組みにより、日本唯一のコウノトリの生息地となっている。また、日本有数の柳氷の産地として、江戸時代に産業として確立したが、現在では、 日本有数のカバン産地として発展している。日本海側気候であり、夏季はフェーン現象の影響により気温が上昇しやすく、2010年には猛暑日が32日と日本最多を記録した。ありがとうございます。